あれは。スレイ、周囲を確認してくれ。香りは。あれは。ジージの領域を感じなくなった。森を出たからな。いよいよここからが冒険の本番だね。ああ、まずアリーシャを見つけて狙われてることを伝えよう。で、狙ってる狐男もやっつける。氷魔との戦いはなるべく避けるべきだ。でもマイセンの仇を討ちたいのは僕も同じだ。だが汚れをどうにもできない僕たちは奴を倒せない。それどころか退けることもできるかどうか。もうジージの助けはないんだもんな。分かったよ、ミクリオ。近くに何かあるかもしれない。ここは確か天意見聞録に。いい眺めだな。なんか空気も違う感じがする。ジージの過去領域とは違う感覚だね。下界は汚れで満ちてるって話だったけど、なんか感じる？ミクリオ。それほど汚れてるって印象もないね。だよな、こんなに綺麗なんだし。見た目じゃ測れないものだろうが、今はこの景色を楽しむのも悪くない。ミクリオも下界初めてだもんな。ワクワクしてるんだろ。いいよ、そういうことにしても。石彦？見えた。
湖だ。大きな町がある。行ってみよう。つい準備はできてるよ。あ、こいつは狼、いや、氷魔か。走ってきたらすぐに攻撃が来るぞ。巻き上がれ天狼派。ヘビか。攻撃の間合いに気をつけろ。手足ないのに動けるってすごいな。天狼派、天狼派、巻き上げ。これでどうだ。とケチら、逃がさない。これでどうだ。気を受けて。とケチら、逃がさない。よし、と結構やる。水を畳みかけろ。逃がさない。まだいるぞ。結構やるな。は、行くぞ。瞬撃一刀両断。回せ。らしく眠ってくれ。はっ、畳みかけろ。逃がさない。これでどうだ。氷魔を何とかする力が欲しいな。もしかして俺が見えてるの分かって寄ってきてる？どうだろう、まだ断定できない。なんか下界に来たんだって実感してきたな。あっちこっちに目移りして道に迷わないように。地図があるから大丈夫なのだよ。ああ、天意見聞録に載っていたっけ。ただ古い地図だから自分で書き足して使わないとだけど。武器を取れ、みんな。狙う敵合わせて。こっちだ。危ねえ。瞬撃。これでどうだ。天狼派、天狼派、天狼派、天狼派。これはどうだ。行くぞ。瞬撃。今は危険だ。よくぞ。瞬撃。僕、限界かい。水よ。かけたね。無駄だ。逃がさない。これでどう。行くよ。平気。守る。ケチラ。巻き上がれ、巻き上がれ。まだいるぞ。天狼派。おとなしく眠ってくれ。汚れは。は、行くぞ。逃がさない。他の身を守る。一刀両断。と、汚れを払い加護をもたらせ。と、ねじって。は、ケチラ。逃がさない。なんとか追い払えたか。何か揉めてるな。本当だ、馬車が止まってる。絶景ポイントが近くにありそうだ。見ろよ、ミクリオ、この蝶。ヒメウスバシロチョウの仲間だろうか。こんな蝶初めて見た。当然だろう。下界は動物も植物も出地よりずっと種類が多い。
つまり知らないものばかり。ワクワクするよな。忘れるなよ、同時に兵馬も多いってこと。兵馬か。じいじは汚れに染まるとあらゆるものが兵馬になるって言ってたけど、この蝶汚れればそうなんだろうな。想像したらちょっと怖くなってきた。それぐらいがちょうどいい。慎重に行こう。薬草があるな。古代語の匂いがする。大丈夫か、ミクリオ。犬だ。お、かわいい。よしよし。ミクリオも撫でてみたら。犬。こういう動物は僕らの存在を感じていて苦手だ。笑うなよ。誰だって苦手なものぐらいある。私らは赤霊の羽、商人のキャラバン隊だよ。俺が隊長のエギーユ、その子はロゼだ。よろしくな。俺はスレイ、よろしく。今度はちゃんと自己紹介したね。うせえ。あ、キャラバン隊ってことは旅してるの？そう、世界を股にかけてんだ。へえ。俺たちは通商条約に守られている。だからどの町も基本フリーパスだ。密売とか持ちかけてくる変なのもいるけど、私らは信用第一。やばい仕事をこなす同業者もいるが、俺たちは俺たちのやり方でやる。それが私たちのプライドってやつ。うん、これが人間の証魂ってやつか。そうなんだ。なるほどな。しばらくレディーレイクに滞在するつもりだ。何か入れようなら遠慮なく言ってくれよ。ね。うん、ありがとう。営業する前に馬車を何とかしてほしいんだけど。立派なナイフ。ねえ、千軽
度で譲ってくれない？商談成立。毎度あり。本当ありがとう。何かあったらよろしくね。数日前、アリーシャ姫がここを通って都に戻ったらしい。俺も噂の騎士姫を見てみたかったよ。アリーシャ姫か。無事に都に着いたみたいで一安心だ。あの狐男は追いつけなかったらしいな。それにしても王家のものだったのか。まさかお姫様だったなんてね。姫が騎士、しかも遺跡に探索。どんな事情が。考えてもしょうがないよ。だね。あの狐男も町に入って彼女を狙ってるかもしれないし、早くアリーシャに知らせてあげなきゃ。町に入る申請かな。今のうちに済ませば馬車が動いたらすぐ入れるぞ。うん、じゃあそうします。お、皆さんご迷惑おかけしました。ちょうどいいタイミングだったな。レディレイクにようこそ。すっげえ、ここがレディレイクの都か。なるほど、人間の町はこんな感じなのか。ちょっと圧倒されるな。だよな。さて、僕たちは観光に来たわけじゃない。まずはアリーシャを探すべきか、それとも狐男からか。とりあえず町を回ってみようと思うんだ。情報を集めたね。了解。
宝箱が近くにあるようだよ。お兄さんどう、この服本物のシルク生地だよ。今なら860ガルド、お買い得だろ。安いんだ。失礼、奥。追い払った方がいいよな。どうやって露天商に襲いかかった暴漢として衛兵に捕まるのがオチさ。周りの人にとっては普通の人間なんだから。そっか。本当に賑やかだな。人がいっぱいだ。気を抜かないで。それだけ彼らの横島な心に惹かれた兵馬も多いってことだ。水車って水の力で小麦を引くんだよな。それだけじゃない。脱穀や製紙などにも利用しているらしい。これだけの人間が生活しているんだ。いろいろ大掛かりな仕掛けが必要なんだろう。いつ頃作られたものだろう。土台は随分古い様式に見えるけど、水車の部分は結構新しいし。スレイ、水がかなり汚れている。なんだって。この汚れた水は町の獣王に流れているものだ。つまりジージの言う通り、人が汚れを生んでいるのか。わかるか坊や、どんなに苦しくてもスリなんてしちゃいけない。うっせえジジ、死ね。
んだよ。まだなんかあんのか。うわ、何驚いてんのさ。あれ、そっちの兄ちゃんなんかうまそうな匂いがするね。スレ、逃げるぞ。周囲に何かありそうだぞ。この先の聖堂に湖の乙女が守るという聖剣があるのか。って並ぶ気？まさか。今はアリーシャの安全が大事。今はね。聖堂ってこんなに華やかなものなのか。さすがに同志伝承が残る街だね。それだけに気になる。加護領域を感じない。そういえば井槌ではジージの感を常に感じてたのに。ジージが特別大きな力を持っているから。あれほどだったとしてもだ。この街はとにかく汚れが強い。ちょっと気分が悪くなるくらいだ。あ、大丈夫なのか。見くるよ。まだね。正直長居するのは遠慮したくなってきてる。想像してたより兵馬も多いし。俺たちって本当無力だよな。兵馬の姿が見えてるってのに。もどかしいけどしょうがない。僕たちに浄化の力なんてないんだから。それに兵馬に疲れてる人間にも理由がある。横島な心につけ入られてるのさ。こんなに華やかな街なのにな。これが普通なのかもな、人の町では。今古代語で書かれた石碑が見えたぞ。スレイ、周囲の足元に注目だ。そろそろぶっ倒れな。ほら、ハエが止まったのかと思ったぜ。ほら、すごいな。ああ、近づかない方がいい。
スレイ、周囲を確認してくれ。薬草がありそうだ。周囲に気をつけてくれ。この香りは
犬は何吠えてるんだろう。お前は間違いない、狐男だ。追いかけよう。あの狐男、狙いはやっぱりアリーシャだろうね。騒ぎになったから一旦引いたのかも。それにしてもなんて逃げ足の速さだ。ワンコがまだ追ってる。絶対逃がさない。よかった、無事だ。どうやら追い詰めたようだ。ミクリオ、準備はできたりよ。お前の好きにはさせないぞ、キツネ。あくまで邪魔するってか。狙いやがれ、巻きやがれ。天狼波ツインフロー、行くぞ。逃がさない。巻き上がれ。これはどうだ。天狼波、巻き上がれ。巻き上がれ。引き込め。狙い撃つぜ。天狼波、天狼波、これでどうだ。はっ、行くぞ。狙い撃つぜ。来た。天狼波、今が攻撃だ。瞬撃、巻き上がれ。炎滅に巻き上がれ。巻き上がれ。巻き上がれ。天狼波、行くぞ。そういうことで、スインフロー、邪魔のお願い。狙い撃つぜ。汚れを払い、加護を持たせ。狙い撃つぜ。レジス、巻き上がれ。天狼波、天狼波、天狼波、開けろ。行くぞ。逃がさない。これでどうだ。せいや、巻き上げ。巻き上げ。襲撃、ハレハレ。サポートを身を守る。こっちだ。巻き上げ、巻き上げ。これでどうだ。ハレハレ。ハレハレ。巻き上げ、天狼波、巻き上げ、天狼波。今のは聞いた。いずれ、ハレハレ。行くぞ。巻き上げ、天狼波。巻き上げ、天狼波。巻き上げ、一刀両断。ハレハレ。かけろ。やろう。なんだって前より強いんだよ。伊豆地ではジージの加護領域がこいつを弱体化させていたのかもしれない。
なり焦げになって後悔しな。つらミグリオ今回はしっかり殺すぜ。雑魚のくせに俺の邪魔しやがったんだからね。トリオ違うんだトリオ、これは黙れ。お前たちは一体。三度は言わない、黙れ。ルナール、掟を忘れたか。次はない。いいな、行け。アリーシャ姫暗殺の依頼は手違いだった。もう我らが狙うことはない。信じろっていうのか。我らにも矜持がある。振り向くな。姫は何かと敵の多い身、暗殺も姫の排除を狙った手段の一つに過ぎない。我らへの詮索などに割く猶予はないぞ。姫が気がかりなら聖剣の祭壇に急ぐんだな。なんでそんなことを教えるんだ。矜持と言ったろ。一応お礼は言った方がいいのかな。ミクリオ大丈夫か。ああ、一体何が。助けられたらしい、暗殺組織に。どういうこと。アリーシャを狙ったのは手違いだったみたいだ。狐男はそいつらに連れて行かれた。それよりアリーシャに別の危険が迫ってるみたい。見たい見たいって。しょうがないだろう。とにかく聖剣の祭壇に急がなきゃ。石碑はまだ見てないかも。じゃ進めないよ。なんかいい方法を探さないと。なんだ、祭りを見たいなら表に回らないか。でも今お兄さん通ってきたよね。そりゃあ僕は運営に協力してるし。そういうことだ。ここは関係者以外立ち入り禁止だ。急いでるんだ、そこをなんとか。ダメだ。なんか切羽詰まってたから、どうにかして剣の祭壇に行きたいんじゃ。そうなんだ、アリーシャが。それは余計なこと。とにかく助けてくれるならすごく嬉しいよ。じゃあお金が必要だね。お金。そう、
さっきの兵士に渡す袖の下、僕たちが頼んだ上で捕ませれば通してもらえると思う。いくらぐらいいるの？そうだな、ま、1000ガルドもあれば確実かな。じいじ、使わせてもらうね。へえ、珍しい。いいキセル。きっと1000ガルド以上の価値あるよ。ちゃんと鑑定しないと。いいんだ。それよりも頼む。オッケー。急いでたんだもんね。すぐ行こう。さあ、行こうか。うん。この人だよ。いい？武器はお預かりするよ。さあ、出して。意外に安くすんだよ。ねえ、あのもらったキセル、絶対1000ガルド以上の価値あるよ。用が済んだらまた訪ねて。見合った取引したいからさ。うん、ありがとう。じゃあ僕らは仕事に戻るよ。本当に助かったよ。せっかく入れたのに、ここからじゃ祭壇が見えないとか考えてる？つい。おい、ミクリオ。僕の特権だよ。ちぇ。おい、失礼。ちょっと見てくれ。何？スレイ？アリーシャ！やはりスレイ！よくぞ都へ。姫、こちらは？彼がスレイです。ああ、辺境の遺跡で姫を救ったという。スレイ、こちらはマルトラン卿。今回の聖剣祭の実行委員長を務めてくださっている。そして私の槍術の師匠でもあるんだ。よろしく、スレイです。よろしく、スレイ殿。スレイ、都へはやはり剣の試練に。それだけじゃないんだ。実はその怪しい一団の言うことは事実だ。私のことを快く思わない者たちは多い。だがそれに臆するわけにはいかないんだ。けどアリーシャ。ありがとう、スレイ。心遣い本当に感謝する。もうすぐ聖剣祭最後の祭事、上演入刀が始まる。最後まで見ていってくれ。
あれが為政者の覚悟か。なんかすごいね。そうだ、それ剣の台座を見てくれ。え、うん。近くに何かあるかもしれない。宝箱が近くにあるようだよ。みんなには見えてないってことは天族なんだ。彼女と話せなきゃ剣は抜けないんだろ。普通の人じゃダメなわけだ。すっげえ、伝承は本当だったんだ。ミクリオ、声かけてみてよ。僕が？俺だとみんなに変な目で見られるだろ。しかしだな。人々よ、レディーレイクの人々よ、この数年皆が楽しみにしていた聖剣祭も世相を鑑みて慎んできた。だが今年はアリーシャ殿下のご理解と全面的な協力により開催する運びとなった。最近は異常気象や疫病、不作や隣国との政情不安など憂い事も多い。だがこんな時代だからこそ、伝統ある祭事をおろそかにしてはならないと私は考える。さあ湖の乙女よ、その力を表したまえ。湖の乙女よ、我らの憂い、罪をその高き炎で浄化したまえ。レディーレイクの人々よ、この祭りを私たちの平和と繁栄の祈りとしよう。祈りが何だってんだ。これで俺たちの仕事が戻ってくるってのか。将棋界が武具や作物の通商権を占有したのは戦争を追っ始めるためだろう。俺たちを野垂れ死にさせる気か。こんなもんは将棋界の自己満足だ。俺たちはこんなご金取りにはごまかされねえぞ。黙れ、祭りの邪魔をするな。やめないか。ふん、ざまみろ貴様。仕組まれたんだこの暴動は。あの衛兵、大臣の仕業に間違いない。勢力争いに守るべき民を巻き込むとは、そこまで腐ったか。アリーシャ、それ危険だ。いけません、敵意に身を任せては、昭和が生まれてしまう。氷魔になったのか。人の邪神が汚れを生み、汚れが氷魔を生む。このままでは湖の乙女、なんとかできないのか。あなたは浄化の力を持ってるんだろう。天族、それにあなたは私が。ああ、なんてことだ。ミクリオ、火を消してくれ。あの黒い炎は氷魔と言っていい。僕になんとかできるのは普通の炎だけだぞ。分かった。ずるい、君はもしや本当に天族がいるのだ。ずるい、まずいぞ。氷魔がどんどん湧いてくる。浄化の力は私が振るうのでなく、この剣を引き抜き私の剣となった者が操る力なのです。それなら、ずるい、ずるい、お待ちください。私の剣となるということは、私を宿す器となり宿命を背負うということ。
浄化の力を操り、超人的な能力を得る代償に人に疎まれ、心を打ちのめされることもあるでしょう。氷魔から人や天族を救うため苦渋の決断を迫られることも。それは想像を超えた孤独な戦いです。それが同志の宿命、それを今受け入れろっていうのか。そうですわ。だから、君の名前を聞いてもいいかな。あ、はい、ライラです。ライラ、俺世界中の遺跡を探検したいんだ。古代の歴史には人と天族が幸せに暮らす知識が眠ってるって信じてるから。俺の夢は伝説の時代みたいに人と天族が幸せに暮らす方法を見つけること。氷魔を浄化することで人と天族を救えるなら、それは俺の追いかけてる夢とつながってるんじゃないかって思う。ズレイ、君は。ズレイさん。だからライラ、俺は同志になる。この身を君の器として捧げ、宿命を背負う。私はずっと待っていました。汚れを生まない純粋で清らかな心を持ち、私の声が届く者が現れるのを。さあ、スレイさん、剣を。よし。アリーシャ、下がってて。スレイ、氷魔は任せていいんだね。うん、残った火を頼む。したのか。スライムたちは私の炎で対処します。どうしよう。力で彼らを浄化してください。了解。天狼派、天狼派、逃がさない。これでどうだ。ハネア、ベニーアップ、行くぞ。襲撃、よし。我が日はシンク、行くぞ。逃がさない。一刀両断。チャン、まだいるぞ。チャン、行くぞ。瞬撃、巻き上がれ。どうですか、巻き上がれ。課長、将来巻き上がれ。天狼派、チャン、浄化の消炎、瞬撃。これでどうだ。まずはチャン、行くぞ。瞬撃、一刀両断。天狼派、負けられない、負けられない。浄化の消炎、終われない。炎よ、終われない。全て出し切る。負けられない。まだだ。終われない。我が日はシンク、キートレッド。どっと、ベニーは熱く、熱く
行くぞ瞬撃天狼波天狼波行くぞ瞬撃天狼波さあ行くぞ瞬撃巻き上げさあ行くぞ逃がさない天狼波なにそんな本当に。うん。俺、同志になったよ。静まれ！静まれ！バルトロ大臣。アリーシャ殿下。暴動が起きたと報告がありましたが。ええ。ですが、もう収束しました。同志の出現によって。何ですと？レディー・レイクの人々よ、こたびの聖剣祭はこれにて幕とする。さあ皆さん、ご退場なされよ。立ち止まらないでください。進んで進んで。殿下、後日顛末を伺いたい。マルトラン卿もよろしいか。それではスレイさん、私はあなたの中に戻りますね。あ、うん。俺が器だもんな。不思議な光景だよ。あ、スレイ、どうした？私が入ったせいですね。見込み番は高熱にうなされると思いますわ。どうして？体に入った異質な力を排除しようとする人の機能なのでしょう。天族に腰入れした人は大抵寝込んでしまいます。人が器になるとそうなるのか。やば、もうダメ。スレイ、大丈夫なのか？大丈夫くない。ちょっと3日ぐらい寝込むね。ちょスレイ、こっちのが事件だな。目が覚めた。おはようございます、スレイさん。おはよう、二人とも。気分はどう？うん、もう大丈夫。ここは？あれからどうなったんだ？ここはレディー・レイクの宿屋です。アリーシャさんが手配してくださったんです。そして君は本当に三日三晩寝込んでた。そっか。スレイさん、ミクリオさん、少し街を歩きませんか？うん、いいよ。じゃあ行こうか。目が覚めたのかい？よかった。あら、意外と若いのね。同志様、一躍有名人だな。そうですね。腹減ってるだろう、同志殿。すぐ支度するや。ありがとう、おじさん。けど、ちょっと出てくるよ。そうかい？じゃあ、支度して待ってるとするや。お代は気にしなくていいからな。俺のおごりだよ。ほんと？ありがとう。じゃあ、ちょっと行ってくる。人はほとんどいないな。まだ早朝だからか。うん、どうかしたのか？うん、なんか変な感じがするんだよ。
胸が押さえつけられるような。なんだって。まさかもう。スレイさん、それは汚れですわ。私の器となったことで感じるようになったのです。私の力が早くも馴染んできている証ですわ。へえ、そうなんだ。けど汚れってこんなに。はい、人々が活動し始めるともっと汚れを感じると思いますわ。さあ、こちらへ。周囲を。ほんと、綺麗な湖だな。ああ。だけどこの湖の美しさとは裏腹に、レディーレイクの街は汚れてしまっている。うん。俺も汚れを感じるようになって実感した。このままじゃいけないよ。ここレディーレイクだけではなく、世界は確実に蝕まれていっています。このように美しい景色であっても、天族の加護がないことをなんとなく感じるでしょう。うん。伊豆地ではずっとジージの加護を感じてた。なのに、ここでは何も。ライラ、僕たちにただレディーレイクの状態を再確認させたかったわけじゃないんだろう。大事な話があるんだね。はい。お二人に改めてお伝えいたしますわ。同志のなすべき使命を。同志は人や天族に災厄を与える氷魔を浄化の力を操り沈めることができます。これこそが同志の力と言えますが、それをなすことが同志の使命とは言えませんわ。同志が沈めるべきは氷魔を生む汚れの源泉とも言える存在、最下の剣手。最下の剣手。はい、私たちは古来よりそう呼び習わしていますの。どの時代でも多くの氷魔が跋扈する背景には、異常に汚れを持ち、その汚れで氷魔を生み出す最下の剣手が存在していたのですわ。最下の剣手は時に世界の在り方を大きく変えてしまいますわ。それほどの災厄をもたらすのです。待って、確か天意見聞録には200年ほど前から同志が現れなくなったって。その200年前にも未曾有の災厄が世界を襲ったとも記されてたな。まさか。分かったよライラ、その最下の剣手っていう汚れの大元みたいなやつを見つけ出し沈めるのが同志の使命なんだね。だけど、そいつは一体どこにいるんだ。今は同志の使命を理解してくれればそれで十分ですわ。え？私はスレイさんに答えを導き出してほしいのです。後悔のないスレイさんの答えを。スレイさんのままで使命は忘れず、けれど縛られずに。俺の答え。そのためにスレイさん、最下の剣手が何をこの世界にもたらしているか、そしてこの世界で人や天族がどのように生きているか、その目で確かめてほしいのです。確かに俺はまだこの世界のこと全然知らない。世界を旅していろいろ知って、
その上で導き出した答えを持って最下の剣手に相対してほしいのです。難しく考えることはないんじゃないか。要は世界を旅して回ればいいってことだろう。ですわ。とにかく飯、もう腹減りすぎて倒れそう。じゃあ宿に戻ろうか。スレイが倒れる前にね。はい。世界中を旅したいなって思ってたけどさ、それがこんなにいろいろなこととつながってくのがなんか不思議だけど面白いよな。はぁ、スレイほど世間知らずな同志なんてきっと史上初だろうな。そっかな。ライラ、俺以外の同志ってどんな人だったの？聞いてませんでした。俺以外の同士ってどんな人だったの？聞いてませんでした。ライラ。はい。何か隠してる？今日はいい天気になりそうですわね。どうやら話したくないらしい。理由は聞いてもいいのか？私は自らに制約をかけ、それを守ることで他の者にない特別な力を発揮できるようになったのです。なのでその制約にのっとって禁じていることがあるんです。ライラは喋っちゃいけないことがあるってわけ？特別な力とは浄化の力のことだろ。あ、蝶々ですわ。ごまかすの下手すぎ。別にいいじゃないか。それを知るためにも世界中を旅するんだと思えば。各地で同志の伝承を追えばわかることか。はい、全くその通りです。君の他にも浄化の力を操る天族はいるのかい？早く宿に戻らないとお腹減ったスレイさんが倒れちゃうんですよね、確か。帰りましょう。もしかしたらすでにすっかり冷めちゃってるかもしれませんわ。戻るとしよう。